ちょっと早めに終われてよかったです。そうですね。いただいてよかった。ありがとうございます。いや、すごい楽しかったです。私もです。新しい発見がいっぱいでした。本当ですか、はい、よかったです。いや、何よりもこの質問がすごく素敵な質問。あ、こんなことを聞かれたことないっていう質問ばっかりでよかったです、ね。そうなんですか、はい。私ね、普段インタビューってしたりしないんですよ。はい、写真だけ撮ってるんで、ローカルのアーティストの人にこう、何をしてるかだけじゃなくて、その人の生活とか、今質問したようなことを自分の中でこう観察しながら、そういう写真を撮ってるん で、これを言葉に質問したのは初めてです、今回このインタビュー初めてから。特にこのなんか僕が聞いたことがあった16番のこの、はい、エゴイストで、自分がエゴイストであると言える部分っていうところとか、すごくいい質問だと思うんですよね。あ、そうなんですか。うん。ある意味この自分のこだわりとか、エゴイストな自分の人格とかってやっぱすごくアーティストとして大事なんですけど、あまりこういう直接的な質問で聞かれたことなかったので、なんか、こだわっているポイントありますかとか、ふんわりした感じだったら聞かれたことあるんですけど、ちゃんとね、こうやって話したことなかったので楽しかったです。いや、ドイツではアーティストはエゴイストでやるのが当たり前なんですよ、はい、やっぱそうですよね、はい、うん、そうだと思います。大事ですよねそれで私、日本ではそういう部分をこう見せないようにするじゃないですか。でもこっちでは当たり前だって、普通の一般の人が言う、あれはアーティストだから仕方ないんだって言ってるから、でも彼はすごいよねっていう人格と、エゴイストの部分のアートの部分と分けて観客の人は見るんですよ。で、その部分が日本では、はい、あんまり感じないなと思ったので、聞かなくちゃと思って。そうですね、なんか日本のアーティストっていうのはスキャンダルの問題とか不倫の問題とかもそうですけど、なんか全て人格者でなければいけないっていう風な風に思われていて、なんかそのアーティストは僕もエゴイストであるべきだし、ある意味社会性で言ったら非社会性というか、もう社会に溶け込めない人がアーティストになるような気がしてるんですけど、なんか日本の中ではそれが受け入れてもらえないというか、人格者でいなきゃいけないし、そのスキャンダルなことをしてはいけないし、なんかなんかそこの角があってはいけない、丸くならなければいけないという日本がちょっと居心地の悪さも僕は感じてるので、そのドイツの人がアーティストはエゴイストだしね、そうっていうのはすごく聞いてて嬉しいなと思いますね、うん、いや、日本は皆さんみんなと同じでなくちゃいけないっていうのが普通じゃないですか。でもアーティストって自分がその人自身がこう特別な存在であってアートだから、だからみんな興味持つのに、その辺がなんかちょっと分かってないような気がして、その辺も私は伝えたくて、こういうインタビューさせてもらってます。いや、もうその通りですね、その通り。なんか僕もそういう改めて気づかされて、この質問を答えながらなんか僕も成長できた気がするので、本当ありがとうございます。ありがとうございましたすいませんございます、あんまりお世話になって申し訳ないんで、はい、じゃあ、いえいえ、とんでもないです。はい、ありがとうございます。失礼します。またプログレスではい、よろしくお願いします。はい、交流しましょう。ありがとうございます。いつも僕配信見てますよ、ドイツの街歩きのやつ。ありがとうございます。すごい素敵ですね街並みが。ちなみにマキコさんってドイツのどの辺に住まれてるんですか？カールスルーエです。南の方で、はい、ストラスブルグの近くなんですよ。へえ、ストラスブルグ、はい、へえ、あるエルザスとか、もうフランスとの国境なんですよね。あ、はい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 。あ、この辺なんですね。はい。なんか割と今携帯で見てます。へえ、うん。はいはいはい。あ、そうですか。はい。本当だ。いいところそうですね、これ。すごい。あ、そうですか。はい。この辺は全然行ったことないですわ。ああ。どの辺には行かれてます?ドイツはベルリンですね。ベルリンが基本、ベルリンばっかりですね。ああ。うん、ベルリンの周りが。そうですね、ベルリンは大きい都市なんだけど、でも、はい、アーティストの方、ベルリンで住んで、地方に出られるようですよ。うんうん、あ、そうですか。うん、ベルリンはね、生活するのに安いから、
あのいるみたいなんですけど、私の知り合いなんかも。へえ、安いんですね、うん、物価が安いんですか。そうなんです、だからあのお金を稼ぐに他の都市に行って、ほうほうほう、あのコンサートやったり絵画売ったりとかそういうことがあるみたいですね。へえ、知らなかったです。お金持ちなんですよドイツは。うん、あ、そうなんですか、うん、へえ、なんかフランクフルトとかそっちの方も結構日本人がいっぱい住んでるとかって聞きましたね。うん、デュッセルドルフとフランクフルトは多いようですね。あ、そうだそうだ、デュッセルドルフも有名ですもんね。うん、なんか車の会社とかもいっぱいありますよね、確か。車の会社、メルセデスとか、あの、はい、こっちにありますよ。カルまた行ってみたいな、ドイツも。ジーメンスとかね、うん、また来てください。いや、いいよ。もうね、行きたい行きたい。毎年ね、ヨーロッパは、あれなんですよ、ヨーロッパは年に3回ぐらい行ってたんですよね。パリとかベルリンとかイタリアの方も、あとスイスもね、よく行くし、うん、本当に結構身近にフランス、うん、ドイツツアーとかもよくあのベルリンの周りですけど行ったりとか、フランスはもう本当に毎年行ってますし、うん、そうなんですよ。どういう風にあの来るわけですか、呼ばれてじゃなくて自分で企画して。いや、呼ばれてですね、イベントの出演のために行くって感じですね。うん、じゃあその旅費とかはどうやって向こうが全部出してる。旅費も全部出してくださってるものばっかりですね。うーん、それいいですね。はい、なんかなので出演料と渡航費は全部、あとホテルとかも全部出していただいて、うん、で、世界回ってるような感じですね。あ、うん、そのお話伺いたいですね。ぜひぜひちょっと本編でやりましょう。はい、では、はい、皆さんこんにちは、マキコのドキュメンタリーインタビューです。今日は米澤渉さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。米澤渉です。では早速なんですけれども、米澤さんの現在のお仕事について教えてください。はい、僕はですね、今宝船という日本で初めてのプロの阿波踊りグループをやっております。で、自分が踊ったり、それからプロデュースして、運営の方もやってます。で、この阿波踊りグループ宝船というのは今ですね、まあコロナのことでちょっと止まっちゃってるんですけど、通常であれば年間300ステージぐらいやってまして、今までに世界20カ国61都市ぐらいでパフォーマンスをしてきたグループです。はい。あ、そうなんですか。うん、それはどういう形で阿波踊りをプロフェッショナルの仕事としているんですか？基本的にはこの、出演料みたいなものをいただいていて、それで踊りに行くっていうことですね。それで国内外問わず、もう海外だったらもうヨーロッパからアメリカから、ついこの前は中米も回りましたし、いろんなところから、まあ、出演料いただいて、イメージとしてはアーティストみたいな形ですね。お祭りの踊りなんですけれども、ミュージシャンのような形でバンドが回るみたいな形でお金をいただいてるっていう感じです。なるほど、そうなんですね。うん、米澤さんのことをお伺いしたいんですけれども、はい、アワードリを始めることになったきっかけを教えてください。もともとは父親がアワードリの本場である徳島県出身だったんですね。で、父親は徳島から上京して、演劇をやったりして、母と結婚して、でから子供を作ったので、僕は東京生まれなんですよ。で、阿波踊りのことも全然知らなかったんですが、僕は小学校4年生の1995年に父親が、まあ、自分のふるさとのお祭りを体験させたい。そして僕らの友達を呼んで、一体感とか人前で踊り踊って拍手をもらう感動とかを味わってもらいたいということで、父親が宝船というグループを作ったんですね。で、まあ息子、僕と姉、弟が、まあ、そこに自動的に、所属するして、でそれ以来ずっと毎年毎年普通の阿波踊りの本番に出てたと。で2012年にこれはもしかしたら誰もやっていないけれども世界にニーズがあるんじゃないかと思って、まあ、法人化したということです。へ、あ、ではお父様がやってらっしゃったんですね。そうなんですよ、うん、じゃあ親子で。そうです、はい。じゃあ今も現役でお父様踊られてるんですか？
そうですね。父は、今、踊りというよりは、鳴り物、はい、叩くものをやってますね。あと、今でも、グループ自体の連長って言って、一番偉い人は父なので、僕らがいろいろやっていても、ほとんど運営には携わってないんですけれども、見守ってるというか、たまにアドバイスくれたりとかするっていう存在ですね。なるほど。では、阿波踊りを始めようと思った理由を教えてください。まあ理由は、本当に父がやるって言ったら、やろうっていうくらい、まあうちは父親の力がすごい強い家庭だったので、まあ父親がやらせたい、絶対面白いからっていうことで、まあやるようになったと。で、最初はうちのグループができる前は、違う連に所属してたんですね。で、その時には、父親とあとおじいちゃんも徳島県出身なので、父方のおじいちゃんと父と僕っていうことでみんなで阿波踊りに参加するっていうのが最初だったんですね。で、僕が子供の時に他の例に入ったんだけれども、どうしてもやっぱり徳島県出身の父にとっては、東京の阿波踊りっていうのが、いや、もっと本当はちゃんとやるんだよっていうことを思ってたらしくて、フラストレーションが溜まっていたようで、で、自分のグループを作ったと。で、僕も毎年自分がやりたいっていうよりは、親が決めたことだからって言って、やらされてたという形で続けてたっていう感じですね。なるほど。じゃあ、阿波踊りのダンサーになるにあたって、自分なりに、はい、ごめんなさい、その前だ。阿波踊りを練習した場所、はい、方法とか教えていただけますか？今はですね、練習は、僕今東京の吉祥寺というところにいるんですけれども、その近くの劇団のスタジオみたいな、友達の劇団のスタジオみたいなのがあるんですけど、そこの劇団の人と仲いいので、場所を使わせてもらったり、それから、公民館みたいなものとか、そういうところに、体育館ですとか、練習スペースを貸してもらえるので、そういうところから、そういうところで人を集めて、あと音楽スタジオみたいなもの、ダンススタジオみたいなもの、そういうところで練習してますね。皆さん、東京の方なんですか？東京が多いんですけど、今は徳島の人も結構、徳島県出身で上京してきたメンバーとか、今、現時点で徳島に住んでいるメンバーが、たまに夜行バスで通ってきてくれたり、あと千葉県、埼玉県とか、この周辺の関東の県に住んでる人が通ってくれたりとかしてますね。全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか？全部合わせて50人ぐらい。で、その50人の中にプロメンバーが5人と、セミプロメンバー7人がいるという感じです。ということは、プロじゃない方たちは、海外には行かないんですか？いや、海外もですね、海外は、依頼が来たら、その依頼の内容によって、例えば、少人数編成のプロメンバーだけ来てくださいっていうイベントもあれば、予算があるので、なるべく人数が欲しいですっていう風なクライアントさんの需要がもしあれば、じゃあ、メンバー全員に声かけて、行ける人みんなで行きましょうっていう場合もありまして、一般のメンバーとかセミプロメンバーも海外に行くことはありますね。そうなんですか。はい。一般の方はお仕事もなさってるわけですよね。はい。そうです、そうです。で、それを、なので、休みを。はい。そうですね。それはもう本当にみんなで、休みが取れたら行こうねっていう形で、まあ無理はしないけれども、まあその、依頼が来た場合とかってのは旅費をこちらが負担するので、ね、自分が踊りに行けて海外も体験できてってすごいいい機会なんで、みんな、ぜひ私が行きたいですって言ってくれるようなメンバーが揃ってますね。でも割と自由な時間が取れる仕事をなさってる方が多いんでしょうか？いや、そうでもないですね。もう本当に稽古に来れるかどうかもみんな人それぞれなので、毎週やってても全然来れないメンバーもいたりとか、本当にまちまちですね。ちゃんとした社会人をやってる方はなかなか平日が開けられないとか、そういう方もいますし、なるほど。まちまちです。はい。阿波踊りダンサーになるにあたって、自分なりに技能を習得するためにしたこと、はい、ということをお話しいただきたいんですか？はい。まず、いろんな阿波踊りの
今 YouTube とかで見れるものとかをいろいろ食い入るように見たっていうことですかね。昔僕が子供だった時は YouTube すらもなかったので、夏の阿波踊りが開催される時にニュース番組でお盆の時期に徳島で阿波踊りが開催されましたっていう報道のちょっとした阿波踊りの番組があったら、それを録画しといて、それを何度も見たりとか、あとそれから夏の阿波踊りのドキュメンタリーとかがたまーに夏の時期に放送されたりすると、そういうものを録画しといて何回も何回も擦り切れるまでビデオを見たりとかしてましたね。あと徳島に行くとなんかお土産で観光用の阿波踊りビデオみたいなのが、売ってるんですね。で観光の、観光客の人に阿波踊りを買ってもらおうっていうビデオが昔はあって、そのビデオを買って帰って当時は家で何回も見たと。はい。あとはホームビデオみたいなものを買って、その東京にも阿波踊りのグループがいっぱいあるので、夏の阿波踊りを見に行ってビデオに撮って録画して、それをビデオで何回も見るとか、そういうことをたくさんやりましたね。でモノマネをいっぱいして、自分がもう本当にごっこ遊びのようにいろんな人になりきって踊ってみるっていうことをたくさん やることによって、技術的な面は習得してきた気がします。うん。その何歳からなさってるんですか、阿波踊りは。僕は小学校、宝船が小学校4年生から始まったんですけど、その前に違うグループで踊ったので小学校1年生ぐらいからかな。はい、1年生ぐらい、6歳ぐらいだと思いますね。じゃ長いですね。うん、そうですね。と毎日ですか。まあまあ、そうですね、毎日踊ってるわけではないですけど、基本的には阿波踊りのこと、特に今はプロでやってるので、基本的に阿波踊りのことを毎日考えてるっていうのは、まあ間違いなくそうですね。うん。はい。では、自分にとっての阿波踊りという仕事がある生活とは、どういうことなんでしょう。やっぱり覚悟とか責任をちゃんと背負えるっていうことがやっぱプロかなって思いますね。よくプロになるかどうかっていうと技術の高さとかっていうことを気にする方が多いんですけど、上手い順に別に売れてるアーティストになれるわけでもないし、上手い順に食べていけるわけでもないと。そうするとやっぱり自分の仕事って何かなって思うと、ちゃんとお客様を喜ばせようとか、なんかすごく面白いことやりたいっていう、この熱意みたいなものとか、人からの責任、期待みたいなものをちゃんと背負って、そこを、お金のこととかをシビアに考えながら、ちゃんと自分の生活として成り立たせるっていう、この意識が、なんかこの仕事として大事なのかなってすごい思ってますね。プロ意識っていうことですね。そうですね。なんか固くプロ意識とかっていうことを持ってるわけじゃないんですけど、やっぱりもっとよくできるはず、もっとよくできるはずっていう、なんかワクワクしながら現状をどん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 そのブラッシュアップしていくっていう意識は誰よりも強いと思いますね。うん。では、自分にとっての阿波踊りを踊るということを教えてください。うん。この生命の解放みたいなイメージですね。心を解放する、そしてなんかその心を露出するような感じが阿波踊りだなと思ってますね。というのは踊りって例えば技術を競うようなものもあったり、いろんな踊りってジャンルによってあると思うんですけど、阿波踊りの特徴って上手い下手っていうことよりも、阿波踊りの言葉では踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃソンソンって言葉があるんですけど、もうどうせ俺たちアホなんだから一緒に踊ろうぜっていう、まあまずはやっちゃえよっていうような精神っていうのが、踊るアホの精神っていうのが結構阿波踊りにすごい強いんですね。でそれは技術的なうまさの競争ではなくて、あなたの本当の姿見せてよみたいなことが阿波踊りにすごい強いんですよ。だから恥ずかしがらなくていいよ、ありのままのあなた見せてよ、楽しい時は楽しいっていうボディーランゲージをするように、嬉しい時は嬉しい、楽しい時は楽しい、今俺は怒ってるとか今なんか悩んでるとか、そのまんまを体で表現してほしいなっていう踊りだと思うんですよ、歴史を紐解いても。なるほど。うん。なのでなんかそういう自分の感情を解放していくっていうのが踊りな気がしますね。
特に阿波踊りは。うん。なる。阿波踊りってでも足のステップ結構複雑ですよね。シンプルな踊りなんだけど。そうですね。もちろん、やり続けていくと、そういう、小さなステップのことにすごくディティールにこだわって、間違えないとか揃えた方がいいとかっていうのもすごくあるんですけど、元はといえば、もっともっとカオスな、無秩序の祭りだったんですよね、阿波踊りって。今それが統率の取れた綺麗な踊りって思われてますけど、もう本当は、思うがままに踊っていいんだぜっていう、無礼講っていうんですけど、死の交渉関係なく身分問わず、今は解放します、無礼講を許しますっていうのが阿波踊りの起源なので、なんか綺麗に踊ることが本質じゃない気がするんですよね、僕は。なるほど。うん、ちょっと待ってくださいね。はい。これを忘れた。もしハウリングがあったらすいません。あ、いえいえ、あ、なんか音がクリアになりましたね。クリアになりました、やっぱり。はい、クリアになりました。おーいえ、すみません。いえいえいえ、全然。もう一回最初からやりますか？このまま続けます？最初からできます？大丈夫です、大丈夫です。予定時間よりも全然早いんで大丈夫ですよ。あ、本当。じゃあ、はい、お願いします。すいません。はい。野寺澤さんのお仕事に、現在のお仕事について教えてください。はい。今僕はですね、阿波踊り宝船というグループを運営して、